対抗人望選手権。各グループの代表者の中で誰が最も慕われていて人望があるのかを検証していきたいと思います。人望しかないですよ、ここまで来たら。本当ですか？人望って何ですか？いやもう高速で来ました。じゃあ、さあ電話が来ました。さあ、おっとここで1位が決まったところで、これビリ争いですが、さあ、グループ対抗人望選手権、続いての対決はいきなり褒めて対決です。このいきなり褒めて対決ですけども、今からですね、グループのメンバーに私のすごいところ教えてと連絡してもらいます。はい、そして制限時間10分以内に何種類メンバーからすごいところを出してもらえたか、その数が多かった人が勝利でございます。はい、片っ端からメンバーにメッセージを送ってもよし、電話して直接聞いてもよし、ただし電話はそれぞれ3回までで1回を1分とします。はい、でこれ順番でね、誰かかけてるときはちょっと遠慮していただいたり。はい、それではいきなり褒めて対決スタートです。まあ、これは嬉しいよね、褒めてもらえる。いいですいいですよ。来ました。あ、来ました。はいはいはい。小山聖奈から。はい、歌声は誰かしら言ってるから、はい、表情、はい、行動に疲れとか出ないところ。歌声も言ってやるよ。歌声もすごいけれど、歌も言ってほしい。これいいですよ。来ました。あ、来ました。はい、楽ちゃんから。はい、楽ちゃんから。はい、はい、私のすごいところ教えてに対して、はい、まず嫌だ。でもその後ちゃんと来ました。かわいい。人の話を聞く力。グッ。おぉ。人の。嫌だ、おもろいな。いや、これいいね。褒められないようだよね。これは、こういうとこ見られてんのも嬉しいしね。じゃあ、私ですか。お、来ました、はい、あちらちゃん。はい。はい、島崎ゆりやからです。はい。アイドル力、人間力も大尊敬ですが、うん、何より、ついていきたいと思わせる能力と言いますか、はい、リーダー力です。本当に素敵だと思います。おぉ、そのことです。本当は書いてないでしょ、それ。あと、レシピを見ずに手際よく料理されるところです。おぉ、すごい。料理も褒められた。いや、すごい。もう、プライベートまで褒めてもらっちゃった。嬉しそうだな、本当に。もらっちゃったじゃないよ。やばい。あ、お、小山聖奈から追加できました。追加、めっちゃ褒めてくれるじゃん。相談聞くのがうまいところだそうです。相談聞くのがうまい、これもね、信頼されてる証拠ですよね。電話行ってもいいですか？いいですよ、いいですよ、今、はい、それから順番でしていただくんでね。出るかわからないんですが、かけてみます。さあ、ここでテレフォン行きました。出るかな。ハッコカリのテレフォンです。すごい、別にしちゃった。あ、これ出ないやつです。じゃあ私、私電話行きますね。行きます。出なかった。ニクロアミちゃん。はいはいはい、チラッチ行きました。お疲れ様です。お疲れちょっとうちのこといっぱい褒めて。わかりました。はい、ちょっと今まとめてる最中だったんですけど。あら、すごいすごい、まとめてる。いけいけ。まず、ちなっちゃんさんは私のめちゃくちゃ理想のリーダー像で、こうグループが一番良くなる、輝ける方向を常に考えてくれてるので、メンバーもすごい楽しそうにのびのび活動できてるのは、もうリーダーのおかげだなと思ってます。もう本当にいっぱいあるんですよ。10秒前とか、セットリストとかも本当に普通のことじゃないのに、グループのことを一番に考え、うん、進んで何でもやってくれるんですよ。うん、はい、終了です。アイタありがとう。切っちゃった。切っちゃった。結局言うと、
40秒ぐらい使って言ってくれたのは、グループのことをすごく考えてくれる。そうです、ね。グループを盛り上げたりと。理想のリーダーという。理想。まあでもすげえいい褒め言葉です。すごい。にやけちゃいます、ね。はい。あとセットリスト考えてと。セットリスト考えて。セットリスト。ちょっとしのちゃんに話してみようと思います。はい。はい、これ1分内で聞き出して。あ、先に言った方がいい、ね。あ、そうか、家にいるもんね。はい、家にいるはずなんですよ。あ、あ、出た。来た。もしもし？私のすごいところを言って。あ、今ちょうど帰って、ちょっと待ってください。はい。はい。えらい。みえさんのすごいところ。はい。まず努力家なところで。あ、ちょっとベランダ閉めていいですか？あ、ちょっと、はい、急いで、急いで、急いで。あ、はい、いいね、いいね。閉めよう、一回。次の日でも、スケジュールがパンパンな日でも、ジムに必ず来ていて、はい、またそれを辛そうにしないところで、はい、辛いなど、と、弱音を吐いたり、後ろ向きの姿をあまり見たことないです。すごい、弱音を吐いたり。すげえ。めっちゃ長いんですよ。いやいやいや。どうぞどうぞ。私たちにアドバイスもたくさんしてくれて、一人一人のことをしっかり見てくれているんだなと感じますし、かける言葉も一つ一つ丁寧に伝わりやすいように話してくれるところです。すげえ。普段はプロレスラーとしてバチバチかっこいいんですけど、アイドルとしてもキラキラしていると、この前のフェスで改めて感じました。ありがとうございます。やったー。すごい。ありがとうね。すごいよ、これ。すごい。すごい。すごい。うん、まあ大丈夫。時間切れです。時間切れです。タイムアップです。ありがとうございました。ありがとうね。すごいね。はーい。いや、すごいね。すごい。早口で。ね、しかも短時間で、めっちゃ出ました、ここで。稼がないとよ、どんどん。来ました、LINE。はい、はい、はい。リーダーの関根あずささんから。ほう、関根。仕事は、最初の単独ライブから、量が多い歌割りをちゃんと覚えてたところ。おう。うん。あと、負けず嫌い。ほう。あと、ぶち当たった壁とちゃんと向き合ってくるところ。ほう。あと、はい、同期にも近い立ち位置と、関根にも近い立ち位置で、いろいろ見てくれてるところ。ほう。あ、ちゃんとこのね、取り持ってくれると。あとプライベートで言うと、関根が早来いって言ったらすぐ来てくれるだそうです。これも結構出ましたよ、稼ぎましたよ。やばい、セッキーさすがリーダーですね。あともう一人、青焼からも来ました。おー、来ました。はい、歌が激うまなところ、はい、と可愛い絵の努力を惜しまないところ。ほう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 。いざという時、度胸がめちゃくちゃあるところだそうです。同居あるよね。本当ですか？なんか後ろで、後ろに行きたい。後ろに行きたい。なんか心強い。嬉しい。先輩に言われるの。これ今褒めてもらったの書きますか？どうします？ここのは出します？いや消しましょう。撤回で今のは撤回ということでください。ちょっと一回電話してみます。ラスト1分。ラスト1分、急いで急いで。出て急いで急いで。あ、ヤッホー。おはよう。お疲れ。お疲れ。切れた。もしもし。はい、それからです。はい、梶島さん。お、私のこと褒めてください、大量に。ちょっとね、今乗り換え乗り換え人を楽しませようとするところが、それがどんな時も。うん、好き。あ、でもっとある？うん、いっぱいいっぱい。あ、なんかちっちゃいことをすごい全力で頑張るところ。あとは、うん、ブレーキングダウンに出ようとしてムキムキになってくる。ケータリングいっぱい用としてバッグ大きいの持ってくる。タイムアップです。タイムアップですけど面白いです。出たんですけど、はい、あ、いいですよ。その時間内に来てたやつなら聞きますよ。はい、9分に来てました。はい。島崎さんから。おう。振り付けもできます。衣装のデザインもできます。おう。それでは、誰ですか？あと LINE でもこの時間の中に来てたやつとか、改めて。はい。うん、来てないです。はい。はい。ではちょっとこの集計をしたいと思いますので、はい、審議委員会の方々とちょっとお話ししてみます。お、うわー、ドキドキだ。やばい、ドキドキです。だいぶ考えてくれたんです。
で、今回も審議の結果相当揉めました。やばい。今回のいきなり褒めて対決勝者はアップアップガールズカッコ2期の高木ちらっちゃんです。高木ちらっちゃんです。おめでとうございます。素晴らしい。いやもう僅差です、僅差です。本当に、あ、確かにちょっとだけ多かったです。本当に2個ぐらいとかの差ですね、それぞれ。嬉しい。いやでもなんか本当にそうやって先輩を立てられるメンバー思いの素敵な後輩なんですよ。私がすごいんじゃなくて、はい、みんながすごいんですよ。こういうとこですよ。こういうと人望、もうそれだけは知ってほしいです。私はどうでもいいんですよ。こういうずるさが必要なんですよ。こういうとこでね、株を稼ぐんだなっていう。違いますよ。違うんですか。本心なんですよ。本心なんですよ。本当ですか。カリシマなんて電車を逃してくれた。どうですか他のグループから見て。やっぱり人が喜ぶ言葉をちゃんと選んで口に出してくれるところがやっぱりリーダーとしてもすごい素晴らしい、ね、それが本当か嘘かどう、ね、また別としてね。嘘としてそう。でもあの、ね、このファンの方もこの動画を見て楽しい気持ちになるし、あのメンバーから見てもあのいい気持ちになる。いいね、株の上げ方盗んだね。はい、ということで見事優勝おめでとうございます。はい、次回は絶対ね負けないように頑張ってくださいね。人望作ります。人望作っといてください。普段からも、はい、次のアップガチャはどんなアップガが出てくるのか、また次回バイバーイ。みゆちゃんどうでしたか。そうですね、やっぱ私も高木さんのやっぱ上手な言葉の使い方とあの人を巧みにこうあのあれするのをちょっとこうするのを上手に何だと思ってんだよ。